馬木学は、十国諏訪への、第五大王。武木王馬院の三十何。天福十二年、文将王馬基範が死去すると、兄弟の中で最年長であった馬木学を排除し、三十五帝の馬望広氏が、諸将により擁立された。これを不王が定めた、兄弟相続の遺訓に反すると弟の馬、望み隆氏が反対し、馬木学擁立を企てる。 犬ゆ雄二年、馬のぞみたかしに強鎖された馬木学が反乱の兵を起こし、軍勢を難化させ諏訪江の都の城の短州を攻撃するが失敗。馬のぞみ広氏は兄弟での争いを望まず追撃を控えた。ところが、犬ゆ雄三年、馬木学は現住民勢力と結託し、再度ド広攻撃、同時に南東に大使進化を称し、短州攻撃の援軍を要請した。 馬のぞみひろしは、討伐軍を派遣するが大敗。馬木学は、順天王を自称し不可衆を包囲、首相の許可権を投降させついに不可衆を占拠した。馬のぞみひろしを捕らえ、しばらく後に自殺を命じている。馬木学は当初馬気候勢力に対抗するため、南東に、 表笹ぐし、武牧王ーバ以来継続していた中原への服属を中止したため作法を受けられず、天根作上将軍、竹安竹史平成光年延長軍節度し、総王を自称するにとどまった。また即位後は、抵抗勢力への報復を行い、また私生活でも主食に溺れその政務を、馬望み高氏に一任し、その馬望み高氏も部下に一任するなどの国内政治の、 混乱が見られ、また死卒に対する恩賞も限定的であったことから、軍の離反が発生した。保大正9年、その武将であった、王、王子、広行愛が、明田州を占拠すると、長兄の場望みぶりの子である、場三つ上を、節度市に擁立した。その数ヶ月後、女武市などの少量が決起、馬木学は、囚われ高山形に軟禁された。 馬ま学はその地で、交三王となっていたが、間もなく南島により諏訪が滅ぼされると、江南聖堂観察士に任じられ、再び総王に封じられた。そして南島に入庁した際、元総理に留め置かれ、南島の都の城の金隆で隠しした。ありがとうございます。